川田町姉妹のおしゃべりワイドショー。皆さんこんにちは、平野さなえです。小柳美恵です。今日も水戸井さんにお付き合いいただきます。お邪魔しております。お願いします。うん、違う番組同士で本当にこう喋り合うってそんなないじゃない、うん、ないないないよね。昔はもうさ、うん、本当に敵みたいな感じだったでしょ。だって、うん、テレビ局が全盛時代って、うん、各局の番組ごとにカメラ来るじゃないでしょ。でしょ。だから、うん、朝と昼とでもちょっと競争敵どっちが撮るかっていう、うんうん、だからもういつもワイドショーのカメラっていうのは、うん、だから4、6、8、10だから、うん、8台は来てたわけだからね。そうよ ね、うん、それになんか事件とか大きな芸能とかだと報道も出すじゃない、うん、そうそう。だから局で言ったらもうすごいカメラ20台、30台なんてね、結構あったもんね。だからみんななんかさ、あっちは何やってるんだろうとか、うん、いやもうそれは探り合い。そう、ね、で逆にさ、うん、うちしかここの現場に来てないってなると心配になっちゃうんだよね。他どこ行ってるの、これ違ってるんじゃないこの場所みたいな。そういう時って住所が間違ってるか時間が違ってるかって不安になるもんね。あるよね、うん、どっかがもう一緒来たりするとちょっとホッとしたりなんかする、うん、そうだね。そうただほら囲みとかじゃなくて、だからみんながそれぞれバラバラに、うん、その取材相手に、そう、もともとはね、もともとは何かが起こると、うん、各局全部勝手な時に、うん、あの人今日はここで舞台やってる、うん、そうするとそこから出てきたとこあれしようって、うん、それに間に合わなかった人は家に着いたところにしようとか、そうだね、うん、ね、そうやってみんな、そうすると、うん、聞かれた方のタレントさんは、うん、同じこと聞かれるわけだから、うん、同じことを3回ぐらい言わなきゃいけないわけですよね、うんうんうん、バラバラの取材が来るからね。で、ああいう囲みの取材っていうのがなかったからね、うん、最初は一番最初はそんなことしたら事務所がここで喋りますなんて言ってくれないもん、ね、最初の頃は。そうね、うん、だからもうみんな勝手に行って、うん、勝手に捕まえて、うん、勝手に喋るっていう感じだったんだけども、うん、だんだん事務所の方も、うん、もうタレントさんにも時間取らなきゃいけないし、うん、同じことを何回も聞かれるし、うん、するからもう問い合わせが、うん、いっぱいあったら、うん、それではもう分かりました、もうじゃあここで一度に喋りますから、うん、集まってくださいって言われて、うん、それでそれがだんだんはい何時囲みになってしまったっていうか、そこから囲み取材が各局囲み取材ね、うん、昔はそれぞれがそれぞれに、うん、まあ、例えば自宅張り込むとか、うん、なんかするところからスタートして、うん、でもねそれが局の中での、うん、まあなんだろう、その規制みたいなものもちょっとあったりしてさ、うん、そこの現場は行くなとかいうことが出てきたりもしたじゃない、うん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 、だからすごく取材の形って変わってきて、うん、そうよね、そうだね、あのタレントさんはあのコマーシャルうちスポンサーになってるからやらないでくれとか、うん、ね、編成であの人を使ってるからちょっとやめてくれとか ね、うん、昔はそんなのなかったなかったんだよね。そうそうそう、うん、よくあれし、うん、行ったもんね、張り込みなんかだと張り込み行きました。うん、張り込みの時ってさ、うん、みんな各局まあこう来てます、うんうん、でもそれ何時まで張り込むんですかってお互い腹立つぐらいでさそう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 、ねね、どう何時までやりそうとか言って、借りたいのにディレクターも含めてさ、うん、じゃあちょっと聞いてみますとか言って、うん、どっか一社でももう今日てっぺんまでとかさ、うん、10日までとか、うん、もう明日5分しかやらないのにてっぺんまでとかね、本当、そうそうね、うん、そうなので、うん、でね、うん、まあ、例えばてっぺんまでっていうところがあるとするじゃない、うん、そうするとてっぺんで一回まあバレます、うん、ところがその後、うん、その後でぐるっとさ、2、30分どっかで時間を潰して戻ってくるやつがいるんだよ。戻ってこなかった？私はあんまりそう、あのね、戻ってきて張り込むんじゃなくて他局がいるかと、いるかと、それはやるか、確認に、ね、それでまた会っちゃうというね。そうだからまた来てるんだみたいなさ、だからさ、こっちはさ、ルールを守るんだけど他がもしかしたら破るんじゃないかって確認で、そう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 、ぐるぐる回ったり、うん、とか、うん、あと、うん、そこでもって囲みで取れたら、うん、そしたらこ
これじゃあもうみんな同じだから、うん、だからこの人の親しい人に行こうとかって、うん、言ったりね、うん、あの一つでもいいから、うん、この囲み以外のなんかそうなの親御さんとかねそうそう取ろうって思って、ね、あの行くようになってた、うん、そこはお互いに言わないでよね、うん、じゃあお疲れ様とかって言っちゃうのよ、そう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 、でもそしたら次の場所でまた会ったりしちゃうのよ親御さんのところには行ってたよね、うんうん、私親御さんすごく行ったもん ね、 結構ね例えば結婚の時に本人がもう認めなかったりとか、うん、事務所がいやいやいやって言って、うん、でお母さんのとこピンポンしてあおめでとうございますって言ってたありがとうございます結構やっぱそれで裏取れちゃうもん ね、 ねやっぱりね、うんうん、そういうことあったよ ね、 ねやっぱりなんかこう相手が何をしてるのかっていうのを、うんうん、探り合ってそう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 、うんうんうん、あちょっとまつげが取れちゃった置いといてちょっとまつげが取れちゃって私まつげつけたことないんですけど虫みたいなねテレビに出るようになってからはしばらくつけてなかったの、うん、でその時は若かったからまつげがいっぱいあったの、うん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 、言ったらねあの50代か60代もっとあれかな、うんうん、なった時に全然ないだって私まつげもうないもん薄くなってきちゃったでしょ、うん、薄いどころかねマスカラつけられないあなたまつげあるんですか、うん、っていうぐらい、うん、でないよでマスカラつけたってあんまりか、うん、あれなだから今ねこれはねまつげのね、うん、本当だ違うカツラなの、うん、なるほどねなるほど、うん、だってさ私ビューラー捨てちゃったもんビューラーなんか使っちゃったら、うん、まつげ全部取れそうだよねそう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 、うんもう肉挟んじゃったりするからね。そうだよね。でね、こうやってね、うん、なかなかなんでつかないかったらね、うん、老眼で見えないのよ。メガネかけてつけられないもんね。そうか。ありゃあ。あ、そうか。そうそう。で、だけど私は、うん、幸か不幸か、うん、10代からつけてたから。うん、あ、感覚でね。だから別にあのまつげがそれから、うん私は50代か60代の時流行ってきたしまたまつげつけること、うん、で流行ってきちゃったって何の苦労もなかった、うん、あまつげ流行ってきたからまつげつければいいんだわとかって思って、うん、そうプロだからね何をおっしゃるいやいや本当本当マスカラに関してはさマスカラじゃないわ、うん、つけまつげに関してはつけまつげに関してはもうだって10代からだもんそうそうだってすごい自然につけてるもんね、うん、あ本当に、うん、それは何、うん、特別なこうまつげあちょっと待ってちょっと話戻す、うん、え何の話してたの何の話してたのあの他局の情報を仕入れるみたいなことってやったりするの、うん、例えばデスク同士とかさそういうのなんかあったりする あの芸能デスクがもともとはなかったわけじゃない、うん、それがみんな芸能デスクができるようになって、うんうんそれで、うん、それで、うん、あれかもしれないね、うん、なんかあるのかもしれないね、うん、連絡取り合ってさ、うん、だからうちはどこどこに行くけどみたいなねそうそうそう探りを入れたりとか あとはねうちは行くからそっちも行くみたいなね、うん、あそうなんだだからさ一社で行くと、うん、ちょっと目をつけられるかもしれない、うん、だからそういう時には2社で流して2社で責任取ろうみたいな、うんうん、うちだけじゃないよっていうそういうやり方もさ、ね、そっちが行くならじゃあうちも行くみたいな、うん、なるほどねだから結構事務所を気にするようになりましたよねそう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 昔はそうじゃなかったじゃないそうそうそう今あそこの事務所うるさいから今はねあの、うん、昔はテレビ局の方が力が強かったねそう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 なのよね。うん、それねレコード会社もそうなのよ、うん。レコード会社の方は、うん、事務所よりも力が強かったから、うん、レコード会社からレコードを出してもらうのは非常に大変なことだったのよ。うん、それがだんだん、うん、ね事務所が強くなった。事務所の方が強いでしょ。レコード会社よりも、ね、レコード会社よりも、うん、もう強くなった。だからテレビ局もそうじゃない、うん。昔は出してもらわなきゃいけないから、うんうん、だから、ね、事務所の方が割と、うん、お願いしますっていうね。今はさ出ていただかないと困るから、ね、みたいな感じだもんね。そうだよね。力関係が変わってますよね。そうそうそう確かにね、うん。だからもう途中から本当何はなくても事務所の力つってさ、うん、そこにあれしてくしちゃう場合が多くなってきてるかもしれないね。うんうん、ここは言っちゃいけないかもしれないね。でもまあ別に分かってることじゃないの。もともとさ始まった頃はそうだったのは、うん曜日が違えば他局も同然って私たち言ってたぐらい、うん、同じ番組なのに次の曜日にネタ隠すのよ今日何やるかっていうのそうするとこれ撮れるか撮れないかで明日オンエアできるかできないかじゃない、うんうん、それを翌日の曜日がもう
もしかしてなんかネタでこれ撮られてしまったら大変なことになるから絶対ネタ見せないの、うん、で表に出してもいいようなものは別に書いて、うん、あそう置いとくとか、でも本当にやるのはこっちの引き出しに入れとくとか、ダミーダミーね、そうそれぐらいやってたから、すごいね、昼のねディレクターっていうかチーフはね、うんうん、さりげなく見に来るわ、見に来るわけ、そう朝と昼はそうもうできるよね、で朝出したものは貸してあげるし、うん、昼出したものは朝貸してあげるってことはあるけど、うんうん、そうじゃなかったら、ね、何に行くっていうのは朝と昼の番組でも内緒だった、うん、そうでそれをね、うん、自然にこうやってね覗きに来るのよ、そう覗き来るのよさりげなくこんな感じで、うん、だからそこにダミーを置いておいて本当の進行表こっちに、あそれはすごいな、ね、そう、うん、そこまでは私なんか多分ね、あったと思うよ、あっただろうけど知らないんだよね、うんうんうん、私デスクにいる時に、うん、あまた来てる、あまた覗いてるみたいな、あ、うん、だから他局だって、うん、多分その何をやるかっていうのは、うん、そうそうそう、タイトルをものすごく気にしてなかった、あそうそうそう、タイトルの時間になるとさ、そう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 、向こうがこれを出してきたら、お前今から行けるかね、これ撮ってるのかとかさ、そう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 、だからもうタイトルが、うんうん、前日にタイトルが出るまで私たちいたもんね、うん、会社に、そうだよね、うん、さっきも言ったけど他局がいなくて自分たちだけの時ってえ場所間違えたとか時間間違えたとか、うん、なんて不安になるってあるでしょ、うんうん、でたまたまそれで撮れた時に、うん、他局はもうこのネタいいやと思って、うん、捨ててるネタでも自分たちが撮れると、うんうん、独自とか独占とか言って独占とかって言ってタイトル打ってたよね、やっぱりなんか、うん、あの自分ところの番組だけが別のものを撮ったっていうことは絶対欲しい、うん、そういうのがね、みんなと同じものを撮れたので流しましたっていうのは、うん、プラスアルファ、そう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 、プラスアルファっていうのは絶対撮ってこうと思ったもんね、うん、だってさ昔は本当に独占とか、うんうん、あのその単独とか、うんうん、そういうものがものすごく多くなかった、うん、そうそうそう、多かった、うん、多かった、だからそのために私たち取材に行ってたみたいなもんじゃない、だって今画面にさそういう文字出てこないもんね、ないもんね、もうみんな仲良しだもんね、あのさ、うん、独自っていうのはあるけどなんか独占とかそういう文字は全然ないよね、うんうん、そうだよね、ね、昔さ名前を出すとバレるからって言ったある大物夫婦が離婚みたいな、あったじゃない、大物夫婦離婚っていうさ、そうそうそう、あれ誰の時だったっけな、あのね、うん、ね小手川優子さんと田中健さんが離婚する時、うんうん、の時だったかな、そしたらみんなあの薬師丸さんの家に行っちゃった、あの玉木宏さんとまだ結婚してた時で、そっちかと思ってみんなそっちに集まったとか、うん、どっちがどっちだったか忘れたけど、うん、名前を出してしまうと行くから、ね、みんな他局行くからって言ってね、出さないでまずタイトル打っといて、うん、で夜中に変えたりとかね、そう夜中に変えたりね、うん、あれ誰の時だかね、石田純一さんが、うん、あの長谷川さんと結婚するじゃないかって言われてた時に別の人だったのに、うん、間違えてみんな石田純一とか私たちも言っちゃったんだけど、うんうんうん、そういうのはあったよね、ああ情報がね、うん、その定かじゃないんだよね、誰だったんだっけ、誰だったんだ、それでも石田純一さんは囲みの取材に答えてくれて、うん、自分は関係ないい人なのよね、いい人なのよね、本当にね、そうそうそう、まあ、ということでね、ということでね、ありがとう、今回もありがとうございます、今後ともよろしくお願いいたします。皆さんチャンネル登録と高評価コメントもよろしくお願いします。